このスペシャルオリンピックスというのは全員アスリートが知的に障害のあるダウン症の方であったり自閉症の方、まあ、全ての方を網羅して、まあ、日常的なスポーツプログラムを継続してやる中で社会とのつながりを応援していくっていうか <laughs> 自立して生きていけるっていうそういったあの流れを応援している。 組織になります参加者はパラよりもスペシャルオリンピックスが多いそうなんですね幅のあるアスリートたちかなり網羅しているので、まあ、その辺は人数がかなり増えるのとやはりボランティアが私たちはもう支えの大きな大きな柱なので大会の総人数は多分オリンピックパラリンピックよりもしかしたら多い時もあって、まあ、冬と夏両方あるんですけど。